皆さん、名古屋市は子どもたちの年齢に応じたきめ細やかな支援を行っています。それじゃあご紹介しましょう。元気に育て未来を担う名古屋っ子、ホップ、ステップ、ジャンプ。ホップ、まずは妊娠中のお母さんとお腹の中の赤ちゃんのためのサポートです。保健所では妊娠届を提出したお母さんたちに母子健康手帳を交付しています。母子健康手帳はお母さんとお子さんの健康状態や検診結果などを記録していく大切なものです。保健所や医療機関で検診などを受けるときは必ず持って行ってくださいね。また母子健康手帳の別冊にはお母さんとお子さんの健康管理のために妊婦健康審査受診票や乳児一般健康審査受診票などがついています。お父さんの父子手帳もあります。ご夫婦でよく読んでおいてくださいね。そしてこのキーホルダーはお腹の中に赤ちゃんがいることを知らせるマタニティーマーク。お出かけの時にはバッグなどにつけて周りの人に配慮してもらうのに役立ちます。また中区千代田にある名古屋市男女平等参画推進センターつながれっと名古屋で土曜日と日曜日に共働きカップルのためのパパママ教室を開催しています。この日は本物の赤ちゃんと同じ重さの人形で赤ちゃんの抱き方やお風呂の入れ方などを学びました。出産を間近に控え育児を助け合っていこうとお父さんもお母さんも真剣です。人形さんは動かないけど実際の赤ちゃんは動くので多分難しいんだなって感じました。一人だけじゃねやっぱりできないと思うんでできる限り協力をしてあげたいなというふうな気持ちにはなりました。はい、とてもためになりました。この経験が生かせられればいいかなと思います。はい、これからお父さんやお母さんになる皆さん、子育ての初めの一歩で名古屋市の支援事業をしっかり活用してくださいね。ステップ、いよいよ子育て本番ですね。乳幼児に関するサポート事業をご紹介します。こちらは赤ちゃん訪問事業。主任児童委員の皆さんが中心となって生まれて3ヶ月から6ヶ月の初めての赤ちゃんがいるご家庭にお伺いします。本当につい最近始まってきてます。あ、でも笑ってる。子育てに関する地域の情報を届けてくれたり子育てのアドバイスもしてくれますよ。こちらは栄のナリアパーク内にある子ども子育て支援センター名古屋キッズステーション。気軽に立ち寄れる遊び場、交流の場、相談の場としてどなたにもご利用いただけます。名古屋市の事業から地域の活動まで子育てに関するさまざまな情報を提供しています。また健康に関するものから遊びまで子育てに役立つ各種講座も開催していますよ。名古屋集いの広場は NPO 法人など地域の子育て支援団体が運営する主に0歳児から3歳児までのお子さんを持つ親子を対象とした交流の場です。ご近所同士の触れ合いで
子育て仲間が増えそうですね。保健所子育てサロンは、初めての赤ちゃんが1歳になるまでの間のお母さんたちの交流の場で、地域のコミュニティセンターなどで開催しています。育児初体験同士だから、同じ悩みも気軽に話し合えそうですね。地域子育て支援センター事業では、保育所を開放して親子で交流できる場を提供しています。保育士、看護師などから育児の方法や健康についてのアドバイスを聞くこともできます。保健所では平日、保健師などによる相談窓口を開設しています。その頃から社会に外出の方ね、一人で悩まず、まずは相談してくださいね。また夜間の子どもの急な病気や事故の時の電話相談窓口もありますので、ご利用ください。ジャンプ名古屋っ子は元気が一番。児童から青年期のサポート事業を紹介します。市内各区には子どもたちが自由に遊べる児童館があります。館内には図書室やホール、遊戯室があります。おもちゃもあるので、大きな子から小さな子まで楽しく遊べます。また児童館では定期的にお祭りなどイベントも開催しています。こちら瑞穂児童館の子ども祭りでは、ボランティアの中学生や高校生たちも参加し、子どもたちと一緒に会場を盛り上げてくれました。ピオカも遊びに来ましたよ。そして港区にある戸田川子どもランドには、ジャブジャブ池やサイクルモノレールなど、元気いっぱいに体を動かせる野外遊具が充実しています。家族や友達みんなで一日楽しく遊べますね。北区にある青少年交流プラザユースクエアは、若者たちのさまざまな活動をサポートする施設です。思い切りバンド練習ができる音楽スタジオ、ダンスや演劇などの練習ができる活動室、観客100人規模の発表会も可能なプレイルームなどを備えているので、活動の幅や仲間が広がります。館内にある名古屋若者サポートステーションでは、働くことに不安を持つ若者やその保護者のために、専門の相談員によるカウンセリングやセミナー、講座など、さまざまなサポートプログラムを提供しています。また、青少年の職業観や家庭観などを育成し、将来について考えるきっかけとするためのトータルサポートプラン事業を行っています。この日は高校に育児中のお母さんを招き、赤ちゃんを囲みながら子育ての体験談を話してもらいました。めちゃくちゃ可愛いですね。もう持って帰りたい。子育ては難しいなって。みんなが、普段からそう妊娠妊婦さんだとかちっちゃい子たちにこう興味を持てるようにとか、なんかこう意識してもらえると、そういうきっかけになればいいなと思って、参加しました。
自分の子たちが成長した時にどんな風になっているのかなって思いながら、子どもたちにこういう風に接してもらえるように育てていかなきゃなと思いました。はい、まだまだありますよ。名古屋市では地域、企業、行政が一体となって子育て中の家庭を応援する名古屋未来っ子応援制度を実施しています。子育て家庭優待カードピオカは、市内在住で18歳未満の子どものいる家庭の家族と妊婦さんが協賛店舗にこのピオカを提示すると割引や特典サービスが受けられます。また子育てに優しい活動を積極的に行っている企業を認定し表彰したり、名古屋市ふるさと納税や福祉基金で寄付を募集し、子育て支援や福祉事業に役立てています。名古屋市は子どもたちの年齢に合わせたホップ、ステップ、ジャンプのサポート事業で未来を担う名古屋っ子を応援します。